始まるよ。こんにちは、ポジトマーチのソー君です。近い近い、距離感おかしい。ソー君ちょっと離れて。はい、こんにちは。ソー君、今日はね、第4話なんですよ、今回は。ちょっと維持したとこあんねんな、あ、引っかかり防止。そう、前あこら辺だったけど、うん、あ、下げた。そう、当たりすぎたから開けたから下げました。今日はね、もうほぼほぼ完成させてしまおうかなと思ってます。イエーイ。はい、第3話まではパパここまでできてます。パパと一緒のこの、あの ボールリンクマスダンパーってやつをソウ君もつけて、であと、ボディやんね、ボディつけて、でどのボディ選んだかみたいな感じで、である程度まで完成させていきましょう。イエーイ。はい、じゃあそれではスタートしていきましょう。いきましょう。ポテトのマーチ。はい、っていうことで、早々にボールリンクマスタンバーを作っていきたいと思うんですけど、パパのこれちょっと取りづらくなってるんですよね。そう、落としてもどついても何しても取りづらくしてるんですけど、それをどういう風にしたんかっていうのをちょっと今から作っていきたいと思います。はい、で今回改造に使ったもんがまあこれですよね。まあ普通に作るあのビスやなんやれっていうのもあるんですけど、あのね、最近出たばっかりこのリキッドシール2ってやつを使ったんですよね。これとあと用意するもんで言ったら、まあ言ったらダイワッシャー2枚、まあ普通に余ってますよね、うん、であとあのマスキングテープですね、うん、オレンジ、うん、ソウ君が、まあ、オレンジやから。で一回この動画をね、ソウ君はソウ君だけで撮らしたんですけど、もう失敗しまくったんで、ちょっとパパが動画撮っていきたいと思います。じゃあそれではスタートしていきましょう。まずボールリンクマスダンパーを開けます。開けるんですけど、で今からちょっとだけいろいろしていくんですけど、僕もちょっと仕事に手がつけられないくらい考えてどうしたらいいかなみたいな考えながらあれしたんで、うん、はい、これはいつも通り使いません、スクエア。うん、僕の家でも一番余ってる重りはこれです。あ、確かに。これにちょっと改造しましょう。まず切りますね。2つあるんですけど、じゃあこれを、まあ、どうするかっていうのは、まあ、作ってからの方がいいかな。まずただソウ君がこのミニ四駆にあのこれをつけたいらしいんで、ソウ君あとここは自分で作っていってね、上はあのこのプラントは上っていうかこのつけるパーツは、はい、これをこここれ抜いてこれ入れて、ソウ君もこれをつけたいみたいですね。ソウ君これは全部自分でつけて。パパできた？つけたよ。はいはいはい。まあソウ君もパパと同じとこに重りつけてますね。シリンダーの黒色、ソウ君これをその辺から拾ってきました。でそうくん、このスペーサーとこのあのビスの やつもつけて、とりあえず形にするからさっきこれつけて。はーい、はい、できた。はい、そうくんはオレンジ色にしてんな、そうくん。一回これを普通に一回つけてみますね。そうくんつけていい？いいよ。じゃバンバンしていい？いいよ。バンバン。じゃ一回横から撮るわ。普通なやったらどんなもんなんかっていうの一回やっていい？いいよ。ちょっとポンポンポンでしていい？いいよ。そこちょっと強めにバンバンやっていい？いいよ。潰れたらごめんな。うわ。まあ強かったんか弱かったんかわからないですけど、ポテトのマーチ式改造でつけたいと思います。まあ、めちゃくちゃ簡単なんですけど、まず最初にこのワッシャー、うん、ワッシャーちょっとアップにします。このワッシャーをほんの少し、これ塞ぎすぎたらハイラインがなるんで、
ほんの少し、10分の1くらいかなを塞ぎます。こんな感じ、わかります？で塞いだらここに接着剤ちょっと垂らし、ちょっとだけワッシャーを固定させたいと思います。落ちた、最悪。簡単ですとか言うて失敗すんだよな。そうそう、もう手や、ちょっとカッコつけてピンセット使おうかな思ったけど、結局手や、うん、10分の1くらい塞いで、でちょっとボンド垂らして、ボンドじゃない、接着剤垂らしてちょっと固定していきたいと思います。でワッシャーがある程度取れま取れないように、この横も僕は止めました。で乾くのを待っときます。で次に用意したいのがこれですね。最近出たばっかりのスキットシール2。わかるかな、これ。そう、これ出たばっかりやねん。このシャーシの裏とかに貼って低摩擦とかにするようなシールなんですけど、見て、ほら、ちょうどいい大きさやろ。 L チキの大きさと同じくらい、 L チキの大きさと同じくらいです。L チキ、なんでこのスキットシール2を使ったんかっていうと、マスキングテープより薄いし強いっていう感じやからですかね。だからこれをこれくらい の好きな大きさに切ってもらって、まあ、何つけてもいいんですけど、僕はこれ使いました。こんな感じですね。こんな感じにつけて、でこれを剥がして、やば、そうそう、でこのワッシャーをが取れないようにギューッと引っ張ってつけました。ギューッとこうやってギューッと、でこっちもギューッと引っ張って、ギューッと3回くらい巻いたら、もう3回くらいワッシャーのとこ巻いてしまったら、多分分厚くなりすぎてちょっとだるいんちゃうかなと思うんで、こんな感じ、わかりますか？こんな感じになってますね。よいしょ、はい、でもう片方もつけましょう。こんな感じですね。こんな感じ、こんな感じに固定しました、ワッシャーをね。でこれをちょっと入りづらくなってるんですけど、強引に入れて、そうやったら結局こういった時にこうやって抜けてるんですよね。こうやって丸いところのここのとこ全て抜けてるんで、このワッシャーがここ丸いところのこの辺、丸いところのこの辺、この辺に噛んで、ある程度抜けないようにと思ってこういう風にしてます。ちょっと入れます、強引に入れますね。硬いですけど、こんな感じですね。でこんな感じですね。取れづらい、取れないようになってると思います。うん、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、次はボディを選んでいきたいと思います。はい、パパはもうこれでいきます。前のやつまだ愛着あるんで、これはまだまだ使えるんで、愛着あるやつをもう一回使いたいと思います。ちょっと乗せてみましょう。あ、ちょっと当たってる、ちょっと当たってるんで、これをちょっと一個前にパパはちょっとやっていきたいと思います。そうくんはこれでいいの？そうくんこれ余っとったやつ乗るん？これつく？そう思う。お、めっちゃいいやん。めちゃくちゃいい感じに乗るやん。うん、これ何？アバンテ3か。かも。うん。ソークのボディはこれでいきたいと思います。はい。これ。うん。一回全部乗っけてからもう一回中合させよう。はい、っていうことで、まあ大体パパもソークも育ても、完成しましたね。まあ、ソークの方から見ていきましょう。まあ、またこれアバンテ3かな、うん、これに、まあ、家にあったシールなんか自分で切って貼ったみたいですけど、うん、白色の炎みたいなシールね。でこれと
後ろこれちゃんとつけて、はい、まあ、こんな感じになってます。パパの方はこんな感じですね。前まで使っとったやつを、まあ、ちょっと剥がれかけのシール剥がして、でまあまあシール余ってるやつをちょっとつけてみたんですけど、こんな感じですね。でこれは余っとったボールリンクマスダンパーに余ってたやつをこれ横つけてます。はい、こんな感じですね。まあ、これはあれやね、そうくんとパパとかが入ってるチームのステッカーですね。チームフロムっていうチームに入ってるんですけど、まあみんないい人ばっかりで、うん、そこに入ってるんですけど、まあ、それのチームステッカーですねこれ。はい、優しい、うん、優しいなみんな。はい、でこんな感じで完成になってます。今日はここまでできました。イエーイ。実はね、明日にミニ四駆ルームレギュレーションのレースがあります。はい、そこで走らしてみようかなと思いますけど、どうですか？走らしたい？走らせたいです。興奮しすぎですよ。朝ちょっと朝早いから早く寝ましょうね。うん、眠たいです。はい、でそれではまた明日ミニ四駆ルームで会いましょう。はい、そうくん、ミニ四駆ルームの朝なんて来ましたよ。どんな感じになってる？そうくんはもう昨日と変わってないな。変わってないよ、うん、パパちょっとだけ変えてん。え？見て、この FRP の横とか青く塗ってみたりしてみてんけど、ほんまや。どう？で、ここをガンダムのメッキペンで塗ってみてんけど、このボディどう？かっこいい？かっこいい。うん、ありがとう。今日はミニ四駆ルームレギュレーションの大会があるんですけど、レースに出たいと思いますんで、うん、頑張っていきましょう。 OK! ウェイウェイウェイ。わかった。セッティングやり替え中です。はい、そうくん、作ったやつ走らしてみたけどどうやった今日？パパはボロボロでした。そうくんは頑張ったから第3位になったね。みんな強かった中です第3位まで。そうくん、まあ、いろんな改造まで いろんな変えたりはしたんですけど、やっぱ作ってみてもいろんな改造はやっぱ必要っていうことや。そう、レースに合わせてね。うん、だ今日はここまでにしましょう。最後の挨拶お願いします。グッドボタン、チャンネルボタン、おっしゃら嬉しいと思います。バイバイ。バイバイ。それではまた次回。ウェーイ。見てくれ。